3cm と 30cm。 あー、質問だ、一つだけしていい？ね、角度のよ。あー、ほんとほんと空腹気比ね、일단오늘해볼게임은 びっくり。오늘해볼게임은 한국에서사실最近韓国でめっちゃ人気でしたゲームや。何のゲーム？バランスゲーム。なんか日本語発音は何？バランスゲーム。バランスゲーム。バランスゲームって何？あ、運動や。運動。運動。もう運動。ちさっき考えたじゃな。こんなや。あ、じゃあ、クリコのバランスゲームを몰라요。모르기때문에、저는한국에서좀인기있었던バランスゲーム질문들을좀모아봤고、クリコの아무것도모르는상태에서본인이직접질문을만들어봤습니다。그후기희。기대되는마음、기대되는마음을못하대。하나、둘、셋、넷。기대됩니다。기대됩니다。バランスゲームのルールがありますよ。주요이나이니答えます。おて。大丈夫。大丈夫。オッケー。김경식と1日デート、VS、박서준と1時間デート。もう悩みするんだ、悩みするの。金魚食と一日。あ、ちょっと待って、でも今声が増えた、ちょっと。金魚食と。え？ほんとほんと。怖いもん、爆走中のフェンが。もう、パオセキ、それめっちゃ考えます。あ、ごめんなさい。え？でも、爆走中で1時間デートするギブオブだろ？金魚食か。絶対、どうちゃみっそ。私は結構恋愛にフォーカスしたかったから、恋愛でやります。男友達も入れて、友達が多すぎる彼女と、自分しか人間関係がない束縛する彼女。私、男友達が多い彼女。男友達が多い理由は性格もちょっと男に似合う。心配はないや。心配はあるけど、私はコントロールできますよ。3cm と 30cm。 え、どういうこと？あー、質問だ、一つだけしていい？ね、角度のよ。あー、ほんと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 。もうこれ、これ私たち今 AV じゃないな。10、5、8、30。 3cm ね。結局3cm もめっちゃこんな3cmだったら、なんと意味がないですけど。じゃあそれなら金경식には今満足感があるね。プッチ、あにゃ、チャギなんそれで勝負してない。30cm もあよ、今日からうなぎめっちゃ食べなさいけんね。トレーニングが必要と思いますよ。なるほど。これから一生ポッポはできるけどセックスはできない。これから一生ポッポはできないけどセックスだけはできる。ポッポができないということは、まあ、キスとかも全部できないということね。そうそうそう。グッチ関係の全部できないということ。あ、あれそれならいろいろ関係がありますよ。あに、え、あに。ポッポだけできたら大丈夫じゃなくて。あに、もうそれもそうね。あに、いや、왜냐면結局。뭐랄까그뭐아니1일に5回5ヶ月に1回하둘셋1일5回そういうことは今の人生に満足するということね。あ、그치。もし今満足がないならば5ヶ月に1回が一番いいし。들으셨습니까？요런걸좀적어주십시오。友達のペンティ中に私の手、私のペンティ中に友達の手。私が友達に入れる方が。え、不便や。友達が女性ならば、友達が女性ならば私がコントロールできるじゃん。いける。友達に悪口を言って喧嘩が少ない彼女と、自分に直接悪口を言って喧嘩が多い彼女。わあ、私これ 50% がいいんですけど。私に話す、私に話す。私も人間関係を大切に考える人だから、喧嘩しても私とするはいいや。私がコントロールができますや。また？ちんじゃ、これちゃんと考えてください。これ答えについてクリコの性格を知ってます。彼味のうんこ、うんこ味の彼。今、頭の中で食べてみて、食べてみて。カレー味のうんこ。ほんと。だってカレーの味はするんでしょ。あ、ちょっと思うわ。どこでカレーに匂いがあるみたいに急に。チャイはちなみに、私そんなこと食べないよ。もうそういう人ですか。カレー味のカレー。恋人を誘惑するベストフレンド、ベストフレンドを誘惑する恋人。2、3、
彼氏を誘惑するベストフレンド、なぜなら彼氏をコントロールはできるじゃん。彼氏の気持ちはまだムーブしてない、でももしも彼氏がベストフレンドのとこ行きたいんだったら、彼氏の気持ちが私からさよならしてるから、それは努力がもうできない。なんか3年ぶりに頭いいにみたいな。知らない人の家に彼氏のペンティと、彼氏の家に知らない人のペンティ。김경숙이인이딱있더라싫어나의조세노티바란스가팍하나둘셋카리스는위에싫어나의人の밴디근데バレなければ幸せなところはあるけど、家だったら私が質問ができるじゃん。なんで誰みたいな、知らない方が幸せっていう考え方もあるけど、もうペンティを忘れるぐらいの関係なんだったらそれかもううんこ味のカレーとかかもしれないよ本当自分の家族とだけ仲がいい彼女、彼氏の家族とだけ仲のいい彼女ちょっとめっちゃ面白いじゃない。ハナドゥセッ彼氏のこれね、ボルですよ。これ人間にちょっとしょうがないから知らないけど、わあめっちゃ難しいな、これ、ちっちゃろ。彼女も人生で今までそれなら家族と仲が悪い理由があるから。お結婚しないで一緒に住みます。結婚して別地で住みます。あ、どう、せ。結婚しないで一緒に住みます。結局一緒にいるっていう時間が私はすごい特別だから、安心感はあるけど意味がないという。でもいろんな結婚の形があるけど、私はせっかくだったら中国とかをいっぱい作る方がいい。あ、私も正直そんなんがあって。工夫機ひ。バランスゲームやばすみたい。ジェミソさん。ジェミソさん。チャビが用意したのは、あ、なんか YouTube とかでも。YouTube とかでも人気の質問じゃないよ、で今回私が考えたのはオリジナルのものだから、でもなんか日本では今これ全然人気じゃないじゃん。やってるかもしれないけど少ないかもしれないから、他の日韓カップルさんにもやってほしい。てみっけバジサさん、感謝です。